営業記録艇が一番長い私鉄はどこか調査してみた。今回、大手民鉄16社に大阪市営地下鉄を加えて順位を争います。我らが西武鉄道の実力とは。今回鉄道事業者を比べる指標は営業キロ艇です。最長の路線の長さを誇る鉄道事業者はどこでしょうか。それでは大手民鉄16社プラス大阪市営地下鉄営業キロ艇ランキング始まります。17位は相鉄です。 35.9km です。16位は阪神です。 48.9km です。15位は京王です。 84.7km です。14位は京急です。 87km です。13位は京阪です。 91.1km です。12位は東急です。 104.9km です。11位は西鉄です。 106.1km です。10位は小田急です。 120.5km です。9位は大阪市営地下鉄です。ここにいました。 137.8km です。8位は阪急です。 143.6km です。7位は京成です。152.3km です。6位は南海です。 154.8km です。5位は西武です。 176.6km です。4位は東京メトロです。 195.1km です。3位は名鉄です。 444.2km です。2位は東武です。 463.3km です。1位は近鉄です。 501.1km です。近鉄3つ目のタイトル獲得です。西武鉄道の営業キロ艇は5位でした。グループに野球の球団を持っている点やグルメ列車を持っている点で勝負していきたいです。次回に続きます。